様こんにちは。 FM ワイワイのキムチアキです。今回ご紹介する番組は学生の番組です。関西学院大学総合政策学部メディア制作演習メディアの実践、毎年皆様にお届けしていますよね。この彼らの彼女たちの番組をお届けいたします。今回はこのコロナの時代2021年ということで、いつものインタビューということではなく、ネットでインタビューする、オンラインでインタビューする、これを基本としております。これからの毎週の木曜日、1時30分から2人ずつの番組をお届けいたします。さて、コロナの時代、彼ら、彼女たちは、若者たちはどのようなことを考え生きているのか、それをぜひ聞いていただきたいと思います。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科2年生の須脇亮です。現在私たちは新型コロナウイルス感染拡大による未曾有の事態に直面しています。この影響で多くの人々の生活様式が変化しました。それは大学生も例外ではなく、特に私たち大学2年生は入学直後から現在に至るまでオンライン授業を余儀なくされました。それに加えて行事やサークル、部活動なども自粛を求められたことによって、通常の大学生活に比べ一人で過ごす時間が多くなりました。大学から一人暮らしを始め、私自身も不安や孤独を感じる日がありました。この特殊な状況の中で他の学生は何を思い、何を感じているのか、それを今回の放送のテーマとして、新型コロナウイルスの影響で思い描く大学生活を送れていない学生の声を引き出したいと考えました。今回の放送では、関西大学文学部の杉原博隆さん、同志社大学理工学部インテリジェント情報工学科の有里陸さん、立命館大学文学部の三宅平次さん、カンカン同立の2年生にインタビューしました。彼らは高校の同級生で、全員関西で一人暮らしをしています。学校ごとでの対応の違いや授業形態などに加えて、一人暮らしの生活やアルバイトについての質問もしました。そしてこのインタビューを通して、コロナ禍における大学生活のリアルな心の声を聞き出しました。今コロナ禍でオンライン授業が行われていると思うんですけど、今対面授業とオンライン授業どちらが行われていますか？同志社大学有里さんお願いします。はい、僕らの授業形態としては半分オンラインで、その半分対面授業っていうのが今の状況で、人によって変わるんですけど、対面授業はあまり取らなかったですね。どうして対面授業を取らなかったんですか？対面授業になるとやっぱり移動時間とかかかって、コロナとかがまだ、あるので怖いっていうのと、今となってはオンライン授業で受ける方が、好きな時間に好きな場所で受けれるっていうので、楽なのかなと思って対面は取らなかったですね。で、1年生の頃は対面授業の方が大学生感あって、対面授業の方が良かったんですけど、今はもう全然オンラインの方がいいなと思ってます。なるほど。関大杉原さんどうですか？関大は緊急事態宣言中は全部オンラインで、解除されてからは対面とオンラインが半々という感じです。なるほど。立命館大学宮城さんどんな感じでしたか？緊急事態宣言中は全部オンラインだったんですけど、解除されてからは対面とオンラインの半分ぐらいの感覚でした。なるほど。結構その辺はみんな一致してる感じですね。はい。で、オンライン授業はあったと思うんですけど、テストの形態ってどういう感じになってましたか？同志社大学有里さんお願いします。テスト自体は全部対面テストでしたね。なるほど。
三大杉原さん、どんな感じでしたか？ほとんどの授業が対面でのテストだったんですけど、まあ、一部ではオンラインという形をとっていました。なるほど。立命館大学、三宅さん、どういう感じでしたか？あんまりテスト形態、全部把握できてなかったんですけど、結果的にはオンラインがほとんどでした。テストの状況を把握してないってどういう感じなんですか？大学側からあまり情報を得られてなくて、それでなんか大学のホームページを見てもわからないってことがあったりしました。今はもう把握しきれてます。なるほど。僕も最初ちょっとわからないってこととかあったんですけど、そういうところでも一致する点があるんですね。はい。なるほど。学校のそのコロナに対する支援とかって何かあったりしましたか？有里さん、お願いします。僕らの大学では一人一人の PCR 検査っていうのが無償提供されていましたね。なるほど。関大杉原さん、どんな感じですか？僕たちの大学では各生徒に5万円の支給というものと、あと学生が利用する食堂が100円になるという、その100円食堂という、まあ、学校側からの支援がありました。なるほど。100円で食べられるってことですね。いいです。あ、そうです。半額にもありました。三つ目か、三宅さん、どうですか？僕らの大学では関大と同じで、その1回生の前期の時に5万円の支給があったんですけど、それ以外は特にはなかったです。なるほど。次に、自粛期間中何をしてましたかということで、何か打ち込んだことというか、学校行ってない分なんか時間があると思うので、その時間何をしてたのかっていうのを教えてください。どうした、有里さん、お願いします。やっぱコロナになって、そのいつもの生活ができないって中で、やっぱり何かしたいなっていうことで、僕はそのウィンドサーフィン部っていうのに入部してしましたね。でそれで、まあ今までのあれだと結構他の大学だとなんか練習が制限されたりしてるっていうのは聞いてたんですけど、僕らのとこでは、まあ、コロナ期間でも練習自体は結構できたのかなって思ってますね。でもその練習時間自体はすごく短くなってて、まあ、その辺はやっぱり感染対策として短くなってるのかなと思います。で、まあ、試合自体はやっぱり他大学とやったりするので、その面そのまだコロナとかが怖いので、多分試合自体は少なかったのかなって思います。まあ部活はもう僕は今やっててよかったなと思ってます。なるほど。僕もラクロス部に所属しているんですけど、まあ、知り合いとかいっぱいできた分、部活入ってよかったなっていうのを感じています。それで関大杉原さん、どんな感じですか？僕はその部活とかサークルとかは入ってないんですけど、まあ、自粛期間ということで、まあ、人と会わずに、まあ、できることっていうのを考えたら、その、まあ、大学の課題もそうなんですけど、その料理とか、まあ、読書とかを特にするようになりました。うん、なるほど。立命館大学、三宅さん、どうですか？僕は一人暮らしなんで、あんまりサッカーの応援の観戦サークルに入ってたんですけど、それのストップ。僕は一人暮らしであまり友達いなかったんで、自転車乗ってサイクリングと、あと野球観戦サークル入ってたんですけど、それも
活動がなくなってつまらなかったですね。なるほど。なんかそれぞれの過ごし方で、部活入ってない人とか、サークル入ってる人とかいろいろいて、面白いですね。はい。で、皆さんアルバイトしてると思うんですけど、同志社大学有里さんだけアルバイトしてないっていうことで、その辺、どうですか？アルバイトはしたいとは思ってるんですけど、その、応募してもやっぱりコロナのあれ状況で、その飲食店業界が今結構危ない状況なんで、その受け入れてくれないっていうことが多くて、そのアルバイトしたいのになんかできないっていう状況にはしてますね。だからしたいんですけど、まあできないので困ってます。なかなか厳しい状況ですね。そうですね。うん。なるほど。以上でインタビュー終わります。ありがとうございました。